ブリーチ起動起動は、久保田イ作の漫画作品、ブリーチ及びそのメディア展開作品に登場する架空の能力、呪術である。死神が用いる霊術の一つ。決まった言霊を継承した後、術名を叫ぶことにより呪術が発動する。相手を直接攻撃する、破道と防御、束縛、伝達等を行う、爆道があり。 それぞれに1番から99番まで様々な効果を持つ術が多数存在する。数字が大きい術ほど高度で強力である。今しめ道の中には小柱鉄岩や百歩乱感など攻撃として使用されるものもある。また、こういう今しめ道の中には、ただ相手の動きを封じるだけでなく、その状態からさらに攻撃ができる、封殺型に移行できるものがある。 他にも回復、治療用の軌道である、飼道があり、うの花列や小鉄オ音など四番隊が得意としているが、これは四番隊所属歴がなくても、才能のあるものなら使うことができ、ヒナモリは四番隊所属ではないが使用しており、ルキアも初期の頃には使用していた。また、兵種部一米が、遊波爆破との戦いで使用した、裏波道という軌道も存在するが、 詳細は明かされていない。基本的に訓練を受けることで使えるようになるすべであるため、正規の死神の訓練を受けていない、黒崎一語やサラボッケン八のように使えない死神もいる。また、誰でも簡単に使えるものでもないため、あっさい、こいぎや十一番単位のように苦手なものもいれば、鬼道の達人と評される日が、森桃のような得意とするものもいる。また、 藍染めのように極めれば90番台でも栄章破棄で難なく使用でき、一撃で相手を倒すこともできる。軌道には、言霊の栄章に関する技術があり、そのうちの一つに栄章破棄という技術が存在する。これは、言霊の栄章を省略して、軌道を放つ技術で、軌道による即時攻撃を可能とするが、威力を保持することが難しく鍛錬が必要。 体調核にもなると大きな数字の軌道を栄昇破棄で発動できる。2種類の軌道の栄昇を並行して行うことで軌道の連発を可能とする二重栄昇という技術もあるが高等技術であり容易ではない。栄昇破棄で放った後で栄昇を追加して強化する後日栄昇という技術もある。未知の術名というように番号も共に叫ぶことが多いが、 番号を省略して術名の未有パターンもある。分類不明のものも含む。中央46室などで禁止となった術のこと。ありがとうございます。